こんにちは、ペカちゃんです。稲妻イレブン3やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回もアニメ未登場のゲーム限定の必殺技紹介していきたいと思います。今回はブロック技編でございます。今回ブロック技なんと12個紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ数多いです。そう、稲妻イレブン3の必殺技が全部で71個あるので、かなり割合としても高いと思う。で、今回ね、結構レアな必殺技とかもあったりするので、稲妻イレブン3のロム、4つ用意しております。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。ということで、まずはこれ風丸でいくんですけれども、まず風丸ね、一つ目の技、ハリケーンアローでございます。ハリケーンアロー、実はね、これね、アニメ出てます。そう、アニメ出てるんですけれども、なぜ今回このゲーム限定の中に入れたか、その理由なんですけれども、一応アニメのハリケーンアローをちょっとね、映像を見させていただきました。映像を見たんですけれども、ほぼ静止画でした。だからハリケーンアローが動いてる状態ってアニメに出てないんですよ。なのでちょっとね、今回動いてるところを紹介したいなと思って、今回ハリケーンアロー早速打っていきたいと思います。ドン、相手ヘブンズタイムできたけども、ハリケーンアローできます。はい、ハリケーンアローこんな感じです。この吹き飛んでるところしか紹介されてないわけですよ。なので今回ね、入れておるという感じでございます。はい、続いてなんですけれども、デュアルストームでございます。この技こそアニメで見たかったなという感じでございますけれども、デュアルストーム見ていきましょう。いや、これめちゃめちゃかっこよくない？この技めちゃめちゃかっこいいよね。二人が赤いオーラをまとってドーンって、いや、これは見たかった。続いてはこちらの技、ホエールガード。これね、2とか3のゲームで重宝されてた方多いんじゃないかな。これね、意外にもアニメで出ておりませんでした。ホエールガード見ていきましょう。奈落落としを破る。そう、津波と壁山のこのコンビなんですよ。この技はね、アニメに出してほしかった。てか出ててもおかしくなかったと思う。だってアニメの津波ってディフェンダーなのにブロッカー技一つ持ってないんですよ。だからこのホエールガードを持たせてあげて、津波がディフェンダーとして活躍する姿、そういう姿見たかったなと思います。だってアニメの津波ってさ、あんまり敵からボール奪ってるとこ見たことないよね。続いてはこちらの技、アステロイドベルトです。いや、この技はね、エイリアに振ってほしかったなっていう、そういうビジュアルしております。見ていきましょう。破っていく。ちょっとね、ちょっと壮大な感じだけれども、いや、まあ宇宙が舞台なんで、いや、これはね、エイリアンのディフェンダーとかが打ってほしかったなっていう、そういう感じの技でございます。ということで、アステロイドベルトで来るならば、次はプラネットシールドです。これもエイリアンで見たかった。ご覧いただきましょう、プラネットシールド。いや、これもね、エイリア学園のメンバーで見たかったんですよね。かなり結構壮大な感じの技ではあるんですけれども。続いてはこちらの技、ロックウォールダム。これこそですよ。これこそなんでアニメに出さなかったのっていう技なんですよ。本当にこれね、理解に俺苦しむだけなんですよ。ちょっとロックウォールダム見ていきましょう。はい。いやー。この技いいですよね。ザ・ウォールとゴッドハンド。この二つの合体技って感じだよね。確かゲームの中では壁山がイベントで覚えたんですよ。で、なんなら、ファイア・ブリザードのオープニングにも映像として出てたはず。なのになんでこれアニメに出さなかったのっていう。この技ね、俺すごくアニメに出てたイメージがあったんだけれども、実は出てなかったです。多分イナストで結構見てたからかな。こちら、裁きの鉄槌見ていきましょう。ドン。はい。相手がペラペラになるっていうこのサブキの鉄槌なんですけれども、ゼウスとかがすごい打ってそうなイメージあるんですけれども、実はアニメには出てないという、そういう技でございます。続いてはこちら、後ろの正面でございます。はい、膝かっくんね、膝かっくん。まあ多分これもね、ジャッジすると同じような理由で多分出されなかったと思うんですけれども、後ろの正面見ていきましょう。はい、
奈落落としを破る。オッケー。でファール、ファール率 45% とジャッジスルーと同じファール率でございます。続いてはこちら、グッド滑りでございます。俺イナストの印象が強くてさ、まあ、イナストに出てる技は基本的にアニメでも出てるっていう感じなんですけれども、これアニメに出てなかったです。いや俺冬香ちゃんの脇のグッド滑りがめちゃめちゃいい匂いみたい な, なんか変なこと言ってた記憶が昔あるんですけれども、この技アニメに出てなかったので早速紹介していきたいと思います。グッド滑り、奈落落としを破る。うん、はい、女の子のいい匂いにやられてしまうっていう、このグッドスメル。いや俺もね、可愛い子のグッドスメル嗅ぎたいなその思考は変わってません。続いてはこちら、バッドエクスプレスでございます。こちら稲妻イレブン3では最強のブロック技の一つなんですけれども、早速見ていきましょう。ヘブンズタイムを破る。さあ、まあ、3人で電車で、まあ、相手を引くっていう、そういう技ですね。あの車両なんか東京メトロとかで見た覚えあるんですけれども、まあ、この技多分ちょっとアニメで流すのは難しいかもしれないですね。ちょっと人身事故だ、そういうのがあるんで、なんですけれども、まあ、最強のブロック技ということでマッドエクスプレスのご紹介でした。最後の必殺技はこちら、シグマゾーンでございます。こちらも稲妻イレブン最強のブロック技の一つとされているわけなんですけれども、俺ねこの技ね、なんかアレスのプレカで見た覚えはあるんだけれども、多分アニメには出てない。シグマゾーン行きましょう。はい、はい、こちらもね3人のブロック技ということで、3人で一点に集中する、まあ一点に集中っていう感じなんで、ちょっとザ・フェニックスとかトライ・ペガサスに近い感じではあるかもしれないんですけれども、まあそういうブロック技でございました。まあこれはね別にアニメで出てもおかしくはないんじゃないかな。うん、シグマゾーンでございましたという感じでございます。まあブロック技は結構ありました。うん、見応えも結構ある感じだったんじゃないかなというふうに思っております。これ好評だったら最後はキャッチ技、キーパー技やっていきたいと思いますので、皆さんぜひね、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。